ファンの皆様、大変長らくお待たせいたしました。競争睡眠場は第4レース一般戦のスタートを迎えます。なおこのレース6号艇の高橋勲選手はピットアウト後にアクシデントが発生しまして、このレース欠場となりました。6号艇の高橋欠場です。後ほど6号艇に関する投票権すべて返還となりますのでご注意ください。1番と番、5番、6番ダッシュ、3番、4番です。スタートしました。1号艇元が2号艇の向井、そして5号艇の林、6号艇の武田も際どいタイミングとなっています。ただいまのスタートは判定中。5番艇、6番艇、決勝、お手持ちの投票権大切にお持ちください。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票権大切にお持ちください。一周にマーク、ここでお知らせがあります。1号艇元岡、2号艇向井、5号艇林、6号艇の武田、この4人はフライング返還欠場です。お手持ちの投票権大切にお持ちください。武田、向井、大輝くん